レアル・アルヘンティーノは、アルゼンチンにおいて1881年まで使用されていた通貨である。アルゼンチン・レアル。1822年より10デシモに細分化された。ソルも、また同時期に発行され、レアルと同じ価値を持った。また、1ペソは8レアル、1エスクードは16レアルの価値であった。1813年にアルゼンチンが、 この独自の硬貨を発行し始めるまで、スペイン植民地レアルは単独で流通していた。1820年には、紙幣もまた発行された。1826年に、ペソモネダコリエンテ及びペソフエルテは紙幣のみで導入された。1854年、硬貨がセンターボーダてで発行された。1881年まで、通貨の重心放火は行われなかった。 ペソモネダナショナルに置き換えられた際、レートは8レアルイコール1ペソとされた。初期のアルゼンチンレアル2つの8エスクード金貨。リオデラプラタ諸州連合、1828年及びアルゼンチン連合、1836年、リオデラプラタ州名義で銀貨が発行され、通貨単位は1248レアル及び1248ソルであった。その間、 金貨もまた発行され、通貨単位は、それぞれ1、2、4、8エスクードであった。1822年、ブエノスアイレス州において、独自の硬貨が発行され始めた。通貨単位はデシモとされ、1レアルイコール10デシモの価値を持った。通貨の額面は1、5、10、20デシモスであり、すなわちこれは、1、2レアルである。これらはすべて同貨であった。 コルドバ、エントレ、リオス、ラリオハ、メンドーサ、サルタ、サンティアゴデル・エステロ、ドゥクマンなどの他の州では、レアル銀貨とエスクード銀貨が発行された。これらの硬貨の供給が不足した頃から、他国の銀貨の使用が向上化した。1854年には、アルゼンチン連合名義で硬貨が発行され、通貨単位は1、2、4センターボ硬貨であった。この記述の通り、 この効果の発行は、通貨の重心法化を導くものではなかった。1820年、ブエノスアイレス州政府は、通貨額面を、10、20、40、50、100ペソの紙幣を導入した。1823年には、1、3、5ペソが追加導入された。ブエノスアイレス銀行は1822年により、通貨額面20、50、100、 200、500、1000ペソ紙幣の発行をはじめ、1823年より、1、2ペソ紙幣も追加された。ありがとうございます。